回は前回も好評だったアニメなどのパロディーがされた大人のビデオたちについて紹介していこうと思うぞー。ちなみにこれは、チェンソーマンのパロディーだぜ。一目見ただけでわかるヤバさとひどさだな。今日の動画も大丈夫なのか？やっほほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今回は好評につき第2弾企画。人気アニメや人気作品のパロディーをした、大人のビデオについていろいろ紹介していこうと思うぞー。今回も波乱な展開が予想される動画になりそうだな。てかこの前の動画は YouTube さんに目つけられなかったんだな。そうだな、その他のド健全動画は警告が入ったりしたんだが、なぜだかパロディビデオはいけたんだよな。YouTube さんの性癖、知っちゃったぜ。これからも健全動画を出し続けていくから警告はなしにしてくれよな。そんなわけで今回は前回紹介しきれなかったアニメのパロディビデオと海外での映画パロディ作品も少し紹介できればと思うぞ。みんなも気になったやつはこの動画の後に見に行ってくれよな。つうわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まずは最近 SNS で流行ってしまっていたこのパロディビデオからだ。これは去年の顔と言ってもいいぐらい大人気の、チェンソーマンのパロディビデオだな。タイトルは、読み上げられないから見てくれよな。タイトルに堂々と大人のおもちゃを入れるのはどうなんだよ。けど、気になりはするんだよな。実はこのパロディビデオだな、今 SNS で話題になっているんだが、その理由は、初週販売本数8600枚超えということで、本家チェンソーマンの円盤売り上げを超えてしまったんだぜ。あの大人気アニメの DVD 売り上げを超えただと？確かにサブスクの普及で DVD 系が売れなくなったとは聞くが、そこまで人気になるか？チェンソーマン DVD 第1巻の初週売り上げが約1700枚に対して、その5倍ほどを売り上げるこのパロディビデオには、売れる秘密があるらしいんだよ。それが、ストーリーがシンプルに面白い、コスプレがいい、色気の出し方が本家に合わせているといった、原作愛を感じられるパロディビデオらしいんだよ。それじゃあこの画像は違うやつに差し替えた方がいいぞ。これを見て、コスプレがいいとは到底言えねえぜ。まあ確かに女優さんのコスプレは結構いい感じだな。ストーリーも面白いなら見てみたいかもしれないぜ。原作を好きな人ほど面白くて興奮できないとも噂されてるから、チェンソーマンが好きな人は要注意だぞ。それじゃあ早速だが、アニメのパロディビデオ紹介に入っていこうと思うぜ。まずはアニメの紹介からするぞ。これは、マギアレコードという魔法少女マドカマギカの外伝だな。まずはマドマギのパロディをしろよ。って思うけど、パロディビデオは人気作品を一掃してるから、もうパロディ済みなんだろうな。じゃあマギアレコードのパロディ見ていくぞ。本タイトルは読み上げられないものだから、みんな、自分の目で確かめてくれよな。これもこれでひどいぜ。でもさっきのチェンソーマン同様にコスプレは、やっぱり可愛くていいんだよな。チビゾーのその通りだぜ。パロディビデオは原作に愛があったりなかったりするが、総じて言えるのはコスプレしてる女優さんが可愛いってことだ。うん、やっぱりピンク髪が似合ってて可愛いぞ。この作品は抜け。いや、興奮しそうだな。明らかに NG ワード言おうとしてて草だぜ。動画自体が過激だから今日はチビゾー過激度少なめで頼むな。それじゃあ次のアニメは、ほのぼのとした空気感に定評がある、日常だぜ。おい、この絵のタッチをパロディーにするとか、監督のセンスどうしてんだよ。絶対うまくいかねえだろ。それはパッケージを見てから判断してくれ。宣言は撤回しないぞ。非日常ってパロディビデオにしては、結構安直なネーミングセンスだな。しかしこのパロディビデオを作成してるのはさっきのチェンソーマンパロディと同じ、TMA という会社だぜ。パロディビデオ業界にも大手があったんだな。意外だぜ。この非日常とか以外にも何かパロディビデオ出してるのか？これは前回動画で紹介させてもらったパロディにはなるんだが、鬼滅の刃のパロディビデオとかも作っているぞ。おいおい、この会社思ったより有名な作品ばかり攻めてるな。結構ワクワクしてきたのは俺だけか？今日紹介するパロディビデオの半数はこの TMA の作品だと思ってもいいぐらいいろんな作品を作っているっぽいな。少し話はそれたが次のパロディ行くぞ。ソロキャンプブームを巻き起こした、ゆるキャンだぜ。ソロキャンプが大人ビデオの標的に、まあもうなっていると言っても過言ではないがな。チビゾー、よく知ってるな。やっぱりチビゾーもそういうビデオばかり見てるな。俺の話はいいからパロディビデオの紹介してもらっていいか？これがゆるキャンのパロディビデオだ。ちなみにこれも TMA 作品だぜ。やっぱりコスプレが可愛いだけっぽいな。野外でそういうことをするビデオにコスプレ要素を無理やり詰め合わせたみたいな。いや、この作品も結構評価は高くて、レビューなどでは再現度が高いと言われているぜ。
安心安全の TMA 作品だということか。今日の動画でこのレーベルを覚えてしまいそうだ。まあネーミングは結構直球なんだがな。夜に困った時はみんなも見てくれよな。じゃあ次の作品だ。この素晴らしい世界に祝福を。がパロディの標的になったぜ。このスバは作中でもパンティーをしているしたりするから今まで紹介した作品の中でも一番パロディしやすそうだな。確かにそうだな。というわけでこれがこのスバのパロディビデオだ。なんでちょい昔の大人ビデオって総じてこの画質なんだろうな。コントラストが濃いというか。おいおい、肝心のパロディ内容について触れてくれよ。もちろんこのスバのコスプレしている可愛い女優さんたちって感想以外持ち合わせていないぞ。なんだこのスケベ海洋生物は。ちなみにこの作品についてはあまり情報が出回ってないから、見たことある人はコメント欄でみんなに共有してやってくれよな。じゃあ次の作品行くぞ。独特な雰囲気で愛されている、掛け狂いだ。これもこれでパロディしやすそうなアニメだな。結構過激なシーンが多い作品だからそれを活かしてくれてたら、面白そうなんだが、どんな作品なんだ？これが掛け狂いのパロディビデオだな。ちょっと変わった学校ものかと思いきやタイトルからわかる通り女性同士なのか、興味深いぜ。この作品はさっき紹介した TMA ではない会社なんだが結構再現度が高いと定評があるらしいぞ。こんな一人一人のショットがあるぐらいだぜ。おお、これはいいな。ただのコスプレだけで終わらせないという監督の、情熱というものがひしひしと伝わってくるぜ。もう二人映っているショットもあったんだがまあ YouTube の関係上見せられないぞ。言語化すると見えてはいけないものが映ってるんだな。ちゃんと言ってくれてありがとうだぜ。それじゃあここからは少しだけ海外のパロディビデオも紹介させてもらおうと思うぞ。最初に紹介するのはアイアンマンのパロディビデオ。アーミーアイマンだ。これはマジでタイトル考えた人を称えたいぜ。パロディビデオって感じのタイトルだし、見なくても内容がわかるもんな。この作品は定期的に X とかで話題になるから知ってる人が多い感じがするよな。他にも海外は映画をパロディすることが多いらしくて。ハリポタも餌食になっているぞ。ハリーポッターはそのまますぎんだろ。スケベナイスは、ちょっと気になるじゃねえか。このハリー役をしている男優さんのなんとも言えないスケベ顔が俺は好きだぞ。ハーマイオニーとかも出てくるんだったら名前は、ハーマイオナ、とかになりそうだな。通常のタイトル考える担当になればいいと思うぞ。それじゃあ次のパロディビデオだぜ。これはひどすぎる。名前に何のひねりもなさすぎるだろ。パロディビデオはこのぐらい直球の方がわかりやすいんじゃないのか。いくらスケベたちが見るからって制作側も脳みそ止めててどうするんだよ。しかし直球すぎて普通に気になるぞ。ぜひチビゾーも後で見に行ってきてくれ。それじゃあアニメパロディに戻らせてもらうぞ。次に紹介するのは、盾の勇者の成り上がりだ。やっぱりパロディビデオ業界は人気作品を一通りチェックしてるんだな。関心だぜ。どこに関心してるんだよ。気になるパロディ内容がこれだぜ。だからネーミングをもうちょいわからないようにしろよ。なんで盾というワードがそれになるのかがわからないぞ。一度企画会議に立ち会ってみたいものだぜ。そしてこれもまた大人気企業、TMA の作品だ。TMA が人気の理由の一つに手を抜かないドラマパート、ということがあってだな。このパロディビデオもしっかりとしたドラマパートが存在するらしいぜ。やっぱり女優さんが可愛いしコスプレってことで見たくなるよな。なんか今日の動画で新しい扉が開けそうだぜ。なあみんな。もうその扉が開いている人がたくさんいると思うぞ。まあこの動画を気に見る人がいたら嬉しいよな。そんじゃ次の作品だぜ。冴えない彼女の育て方のパロディだ。もうパロディ業界で通ってないアニメはないんじゃねえか？それぐらい豊富なバリエーションだぞ。確かにここまで来ているとは思わなかったぜ。そしてこれがパロディビデオだ。さっきまで結構クオリティが高い作品を見てたから、これは少しコスプレ感が否めない感じだな。チビゾウがこの動画を通して詳しくなってやがる。いい調子だぞ。チビゾウ。やっぱり派手髪は女優さんを選ぶって感じだな。でも雰囲気はバッチリパロディだから見てみたい気持ちはあるぞ。しっかりと根元にはスケベの血が通ってるんだな。それじゃあ今回ラストのパロディビデオもしっかり精査してくれ。シンゴジラのパロディビデオだ。もうネーミングセンスについて触れないつもりだったがこれに関してはさすがに火の玉ストレートすぎる。というわけで今回アニメのいろんなパロディビデオから海外映画のパロディまで紹介させてもらったぞ。今日はいろいろと作品を見てきたが総じて言えるのはネーミングセンスがひどいってことだな。最後のシンゴジラ、やばかったぞ。他にもみんなが知ってるパロディビデオとかがあったらコメント欄で教えてくれよなぁ。じゃあこの動画は終わり。じゃあな。
動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。